はい、どうも、こんにちは。今回またドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、マットとね、とりあえずマットを進めましたよと。で、このハート1個つきましたよと。まあ、評価は B だったんだけど、多分これ、評価がどうこうっていうのは、まずこのデート回数かな？これ多分ハートは。そういうことかなと思うんだよね、多分。で、クレイがだってついてないから、多分これは多分ね、デート回数なんだよな。で、回数プラス評価で、まあ、結果が出るのかなって、そういう感じなのかな。まあ、とりあえず前回、この最後に、この過去の自分からメール来たから ちょっとどういう世界観かわかんないけど、ちょっととりあえず私から来たから、私から、ちょっと見ていこうか。君は今私に返信しようとしているだろう。自分のことだからわかるんだ。だがこれは今朝アイスクリームを買いに家を出ようとしたが、早すぎると一旦諦めた私が設定した自動送信メッセージだ。あー、なるほど。もう忘れてたよ。どうやったのかも。いや、素晴らしいな。いいか。人生は短いし、アイスクリームとか、ことは会話は交わせないってことかな。残念ながら私たちの暮らす社会はそう考えていない。私たちが進んでる結論を言う、はい、結論を。そのものというより、私たちが他人に裁かれることに対する不安を投影していると言えば、君には私の言わんとすること、まあ私だからな。私だから私の言わんとすることはわかるわな。アイスクリームを買いに出ても誰もとやかく言わないはずだ。やるべきことを分かってる。頑張れ私。アイスクリームを買いに行くためのメッセージか。しょうもな。せっかく持ち越したのに。だから、昨日の自分が、だから、アイスクリームを買うってメッセージを残したんかな？要するに。何かつまめるものが欲しい。私は帰宅途中でコンビニに寄ってアイスクリームを買うことにした。カートンでドカ食いしたい気分だった。お、誰か出会うかな？チョコクッキー。いや、ピスタチオも捨てがたい。アマンダも欲しがる。2カートン買うの？ カートン買いすんの？アイスって。ヨウさん。あ、君は、先生の子供かな？アーネストか。おっさんはクールだよな。何を言ってもダメだ。まあまあ。まあどっちでもいいな、これは。私はクールだ。確かに私はクールだが、それが君の頼み事とどう関係あるのかな。クールなら助けてくれるもんだろう。手を貸すって何？火は見えないが火事なのか。ただの煙だ。20ドル渡すから、ペーパー、あ、タバコ買ってこいって言ってんの。ペーパーリキッドって。あー、ゲーターレードみたいなもんだよ。電解液だ。自分で買いてんだけど、レジのやつを騙したせいで、電解液？ピジョンドロップを仕掛けたんで、お前も知って、あ、タバコとかじゃなくて、なんかその、電解質バランスならいいものがある。そのピジョンドロップ俺知らないです。すいません。ピジョンドロップ俺が知らないんで、二人で会話されてても、ブルークランダザップルボルテックスって言えば通じっから。ブルークレイジンボイドスターターってやろ、探す。ペーパーリキッドどこだ。持ってる？いいか。まず私の娘はそもそも君より年上だ。次にお世辞でも嬉しいよ。最近シャンプーを変えたんだ。それで若く見えるのかな。21歳以上限定。20歳。すいません。お前それ、どうなのか。お前それを孫悟空バカにしてんのか、てめえ。おい。話がちげえぞ。待てよ。ペーパーリキッドってスポーツドリンクじゃないのか。電子と、まあそうだよな。私は真剣な目で言ってる。あいつね、一度ガツンと言ってらばならない。わかった。お。いいか、私を騙してバホメットの咳止めシロップを買わせようとしたことは君じゃなかったことにしてやろう。私はアイスクリームを買いに戻るが、君がすぐに帰るならお父さんには内緒にしてやる。それから電子タバコはやめろ。ポップコーンハイになるぞ。25ドルやるって言ったら、家に帰る。金はいらん、貴様。舐めんじゃねえ、ガキのくせに。電子レンジのポップコーンを食ってるとポップコーンハイになるぞ。あ、そう、与えた。まあまあ。そうか。この接客と髪型を褒めてくれたことに礼を言うよ。任せとけって。別の誰かを引っ掛けたようだ。あれは警官じゃないか。大変だ。いや、アイスクリーム買って言うなって。溶けるやん。ボンネットに頭を押さえ、無視しろ無視しろ。ビールを買ってもらおうとしたのか。
この子の知り合いですか？まあまあ普通に娘が彼と同じ学校に通ってるんです。彼の父親の友人です。あ、でも父親って引き合いに出すと先生のこととつながっちゃうから、こっちで行こうか。彼は本当にいい子なんですよ。俺がその子に来ちゃった。いや違う違う、ロバートが出てきた。あ、ここは繋がってんのか。弁護士を呼んでくれ。冴えてるな。弁護士がいなければ警官の質問には一切答えなくていいって覚えたのか。この子の父親ですか？ええ。あの事件以来すっかり反抗的で。それはどんな。あまり思い出したくないんですが。わかりました。あれは7年前の夏でした。あの頃はニューメタルが流行っていて、俺は髪を長く伸ばしていました。アーネストと俺がフロリダの街で水遊び。ああ、もう連れて行っていいですよ。よかった。ありがとうございます。アーネスト来い。罰としてこれから1週間お前には雨どいの掃除をしてもらうからな。ここ繋がってんだ。リチャードだっけ？おい。俺もこれまで何度も警察の世話になってきた。一日一善ってやつだ。な、20ドル渡すからペーパーリキッドを買ってきてくれよ。おい、私を怒らせるな。ダオ君、一緒にアーネストを家まで送っていこうぜ。そうだな。お前とのイベントか。ちょっと怖えな。ちょ、今度断ろう、今度は。ちょっと体せがまれたら断ろうぜ。見られないように少しだけ走っていく。まだまだ子供らしいな。あいつくらいの年の頃は俺もあんな風だったよ。てかさ、お前が絡んでくるとさ、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、ダミアン、ドラキュラのやつと、前回のマット、ちょっと低音が被っちゃうからさ、ジョセフも一応低音だから、低音被っちゃうから、俺の負担がね、ちょっと分けられないから、そういう意味もあってロバート切ってんだけど。やめてくんないですか、出てくんの。困らせてばかりだ。あいつは誰だって困らせてるさ。さっきはお前の財布を盗んだしな。なんだって、そんなわけか。あいつ財布を盗みやがった。お前はどうして自分を大事にしない？自分を何だって？一つは甘んだようだよ。アイスの量に文句を言いたいんじゃねえ。それだけ食えばたっぷり眠れるだろうよ。俺が言ってんのは質だ。真面目ないい父親だ。もっと高いアイスがふさわしいと思わねえのか。ハーゲンダッツですか。そうは入れてもちょうど安売りしていたし。自分に褒美を与えるならしっかり選べな。本物のバニラビーンズに本物のピスタチオ。お前が食うのにふさわしいもんだ。自宅に駆け込もうとしていた。シリアル業界が箱におまけをつけなくなったのはあの子のせいだろうな。またナゴ君。お、投げて起こす。ちゃんと返してきてる。鳥が、かっこいい、ちょっと。マイポケットに入れるか、スカが流行ってた頃みたいにチェーンをつけときな。またな。じゃあまた。通貨を並べて準備した。溶けてるだろう。もうドロドロだろう。ねWelcome. You've got え。ウェル dads. カムじゃないのよ。もうドロドロだろう。アイス。ねえ。ロバーちゃんちょっとかっこいいとこあったな。ちょっとやばいな。ちょっと惚れ直しちゃったかもしんないな。もうどうしようか。もう一周目だから、割り切って一通り見るか。もうみんな。それでもいいな。そう、2回目、3回目見ていきたいってのもあるけどね。ただまあ今んとこでもね、やっぱね、このダッドブック経由のやっぱイベントというか、まあデート。これ結構ね、やっぱみんな、そんななんか闇は見えないからな。結構いい感じだよね、みんなね。ちょっとせいか、まあちょっと闇があるか。ちょっとね、家族っていうか、夫婦間のあれで、ヒューゴは、まあとりあえずまあ息子か。息子と、あとは先生としてちょっと大変かって。ダミアンは、まあ親子関係は悪くはないかなと。で、そしていい父親像が見えてるよな。で、マットは、まあちょっとまあ集団というか、苦手。でも、カーメンした娘との関係も良好。だ、音楽としてやっぱ、まあこう無難だよな、マットは。ちょ、行ってみるか、じゃあ、ここ3人も。とりあえず、まあ今んところでもダミアン知りたいかな。結構やっぱ、何個前かわかんないけど、あの時のやっぱこの息子への対応、やっぱ素晴らしかったよな。
あと、まあ、ヒューゴ、ちょっと息子関係が結構厄介かな。こっちはお母さん。お母さん、息子。マットは普通に楽しそう、なんか。じゃあ順番に行くか。ちょっとクレイグ、もイベント起きそうだしな。クレイグ別に会わなくてもいい。クレイグ、誘われて、ブライアン行ってみようぜ、ちょっと。俺が今まで、ちょっと触れてこなかったけど、見た目がああだこうだっつって。まあ、普通にいい人だろうから、やっぱり。この見た目を覆すだけの。デッキ作り？デュエル？携帯型？釣りが好きなんだな。行こうぜ。勝負しようぜ、お前。ポケモンバトルしようぜ、またポケモンバトル。あ、ほら。やっぱ、悟空も持ってんじゃん。ブライアンと出かけるのはあまり気乗りしない。だが、デイジーとアマンダはなんか、あ、そっか、そこ仲いいのか。いや、昨日のハンバーガーさ、昨日のハンバーガー？いつのハンバーガー？よ、仲間ないで、ハンバーガーはいつだって最高だよな。子供を連れて出かけるのはミニゴルフ。はいはい。家族対抗。うわぁ、これ。負けたらやばそう。小さい頃からミニゴルフの手ほどきを受けてるアマンダ。はいはい。右に任せるよ。なあ、アマンダ。うん。なあ、ブライアンとデイジーと一緒にミニゴルフをやらないか。うん。最近全然練習してないから、バックスイングはちょっと自信ないけど、バーディーぐらいなら取れるはずよ。やってやろうじゃねえか。な、なにこれ？な、なにこの世界観？なにこの世界観？なにこれ？絵じゃん。全然、絵じゃん、これ。え。いつでも行けるぞ、相棒。その喋り方。海賊がテーマなの。めちゃくちゃ船、ここにかけるお金、何これ。無駄でしかなくない？そんな景色に力注いでんの。イエーイ。パパイレーツ、私みたいに喋ってよ。やろうとも、耳をガチボカッポジって聞け。ファイズ見つけるために必要じゃない。アングルのためにあるんだ。まあ、これも結構クールな感じするけどな。まあ、ここ乗ろうぜ。私の華麗なるパッドさばきでブライアンとデイジーを板切れから海に突き落としてくれよ。じゃなかった。いや、そのダブロン銀河は私のもんだ。パパコで親善試合というのはガチンコバトルという意味だ。審議体すべてを出し尽くさないと、栄えあるこの試合、栄えか？なんだこれ。ある戦場でブライに勝つことはできん。絶対ミニゲームだよな。 100% ミニゲームだよな、これ。ブライに負けるわけないか。もちろん楽しむさ。勝ったあがつきにはな。だ、子供としてはそんなあれなんだ。勝負として見てないんだ。楽しもうぜって感じだけど、やっぱ親の意地があんだな、こっちは。よう揃ったな。よう。ブライがやってきた。グロフクラブを借りて、またブライに先を越されたか。なぜ私はそんなことすら思いつかなかったんだ。いいか、やろうとも、この海には。でも、この娘同士が仲いいのはいいよね。最初会った時はどうかなと思ったけど、娘同士が仲良くなってんだったら、別にね、まあね、もう少しでも親子間の対立はないよ。親子間っていうか、親間。桜が隠されてるって話だ。奪い取る覚悟はできてるか。ねえ、アマンダ、これは本物の海賊じゃなくて、ミニゴルフのコース。じゃなかった。あ、いい子じゃん、デイジー。お前、いい子だな。見ろ、可愛いもんだな。あ、姉妹みたいだな。さて、準備はいいか？もちろん。準備良くないぞ。操作方法を教えろよ。ドロップのタイミングぐらいは読めるさ。かけるもの次第だな。勝てば君をもらえるのか。いや、娘がいるとこでその、ちょっとその攻め方じゃないわ。お！どの部位をかけよう。そんな生々しいこと言うの？本番ビールをおごるってのはどうだ？だが、もうひとひねりしてみないか。どうするんだ。勝った方の庭をしま、ちょっと大人げないって、悟空、娘の前で恥ずかしくないんか。俺んちの庭はかなり広いぜ。それでもいいのか。どう避けて芝刈り機を動かすのか考えた方がいいんじゃないか。バチバチだな、親同士は。楽しみだ。やっぱりす、お、大人み拝見と行こうか。最高のパパの勝利あれ。いや、ミニゲームだな。何これ。あ、あ、あ、あ。
オーケーオーケー、そういうことね。わ、結構。わわわ、なにこれ。オーケー。これは、いや、これむずいな。いや、入ってるよ。おいおいおい。あー、これは結構早いな。ここだな。オーケー。これ、あ、これでも出てるな、一応。一瞬だな。うわー、くー、デッドメンシンクノーマス、むずむずくねえか、これ。いや、上から行くっていうのも手あり。ちょ、ないないない。二周しちゃダメなんだ。言ってよ。オーケー。これは絶対反射だな、じゃあこれ。待てよ。寄せ。頑張れ。よーし。いいじゃない。ここでしょ。頑張って。おお、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、まあまあ悪くないんじゃない。初めてにしては私の素を引っ張った。ね、楽しんでる。自前のブライアンをコテンパンにするいい機会だぞ。楽しいに決まってるじゃないか。元が引き継いてるよ。引き継いでない。楽しむために来たんでしょ。分かってる。これはあくまでゲームなんだよ。そう、単なるゲームさ。私あんまバチバチすんなよ、悟空も。まあ、そこが解消されていくのかな、逆に。このブライアンルートは戦ってるんだぞ。やっぱいい加減にして、お互いの良さに気づき始めるのかな、もしかしたら。このブライアンルートは戦いを重ねるたびに。ティニョーク、特に難しいウィンドミルのコースだ。しっかりとクラブを握り、大きく振り返り、盛大に声ちっちゃに飛び込んだ。アマンダ振り返り、私と目を合わせると大げさに肩をすくめた。ごめん。まあ、アマンダ楽しんでるからな。幅のために頑張ってるんだからね。愛してるよ、アマンダ。終わり。おいおい、また来るぞ。いやー、下手くそだなー。ちょっと安易だったな、今。安易だったなー。これはもう、いや、これむずいなー。あ、なんそれ。これ、あー、一瞬あるね、一瞬。オッケー。むず。これちゃんと言ってくれるんだろうな、こう、トレス通せば。あ、ミスった。あー、ミスった。ちょっと早かった。ちょっと早かったな。うわ、むず。これ、いや、そっちじゃねえよ。やばい。これでも、頑張って。よし。これはタコさんだな。タコさんが出てきたな。いや、ちょっとそっちじゃないよ。結構ちゃんと動くな、でもこのミニゲームですら。しっかり作られてる。めちゃくちゃボールが綺麗に動く。これはもうランダムだろう、完全に。いけ!いや。お、一番おもんない。なんだこれ。あ、これ口の中いるってことじゃない?これ口の中だろう、絶対。ここでしょう。あ、これ S なんだ。結構難しいんで、いやでも S じゃな、なんだ。すでに勝利を祝うくす玉が割られ、紙吹雪が舞い、世界一のパパと書かれたタスキをかけてもらってるところだった。おっ、やっぱいい方なんだ。ナイスショット、ゴーくん。ミニゴルフは大遊びじゃないんだ。でもこれブライアンのが上なんじゃないの、噛みしめてるんだっつったら。勝利って判断するのはちょっと早くないかって言われるんじゃないの。勝負と呼べるものかっつったら、またチャンス矛盾しちゃうもんな、最初のふっかけと。お遊びじゃないんだっつったら、でもここで娘たちが呆れそうだもんな。噛み締めてるんだ、絶対返されると思うんだよな、これ。
おお、いいんじゃない。ミニゴルフで勝つ秘訣は1にも2にも上手くなることさ。イエス。ヨーデイジー、楽しかったかい？ヨーホー、楽しかったぜ。お、仲良さそう。仲良さそう。その、なんて言うんだろう。娘たち。娘たちって感じ。仲良さそう。うん。役所に穴掘りの申請するね。パパたちはゆっくりしてていいよ。うん。迷惑かけんじゃないぞ。いや、子供にするから。羽っかりのところは可愛いんだよな。さて、そろそろバーに行くか。敵バーが併設されてるんだ。そこでいっぱいどうだ。いいだろう。どっちが勝ったの？結局どっちが勝ったの？どっちが勝ったの？教えてよ。言ってる長く、ブライアンとすごいサメになってしまったが、勝ったんだ。よかったよかった。勝つよかった。パイナップルのもてなしを2つ頼む。結構ミスったけどな、後半とか特に。2種類のラム酒を混ぜ合わせていた。表面に火をつけられていたので吹き消さなければならなかった。はいはい。普通のものが。まあ、こういう雰囲気だからしゃあないってそれは。いらんのなら俺が飲むぞ。勝利の杯を譲れだと。そんなバカなことがあるか。芝刈りの話をさせてもらおうか。普段通りに済まそうたってそうはいかん。電動芝刈り機は認めん。全部ハサミで買ってくれ。あんまりも熱くなんな、恥ずかしいから。バチバチすんなよ。ボトラ切らしたばかりだから、個人輸入で補充してくれ。イタリア産が最高だが、アイラン。呆れたもんだ。枯れた芝生にそこまで手間をかけてると。あわおとしてるだろ。俺がツヤツヤの芝生に戻る。いい返ししてくれんじゃん。ちっぽけなアサミだってだって奇跡が起こせるのさ。攻撃されてるにしか思えない。まあまあ別にそんな。どっかなんか仲良くなれる感じあるかな。1回目だし、なんかちょっと匂わせはしそうだけどな。仲良くなる気配、ウッドデッキが欲しくなるよ。俺は大嫌いだ。仲良くなるのかな。ならないんじゃない。これも対立してるよ。どうして？やらせだからさ。リアリティ番組だからいいんじゃないか。よくねえよ。俺は一括請負業者としてウッドデッキをしょっちゅう組み立ててるんだ。デッキをたった2日間で改装するなんて絶対に無理だ。あれは最低3週間はかかる仕事さ。ほとくまかに放送しろってのか。うんうん。住宅リフォーム番組なんて見られたもんじゃねえ。俺は本物が見たいんだ。まあまあ、そっちで働いてる人からしたらそう思うかもしんないよな、確かに。俺らは別にね、もう劇的ビフォーアフターでちょっともう、あれだからな。まあ、テレテン、テン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 で満足してたからな。あんたに言っとかなきゃならんことがある、ごくん。何？ああ、あれね。なんか、走って水に落ちたりとか、水に落ちたらなんかゴーストがあだこうだ言ってたやつかな。作り話さ。だが幽霊たちは本物だけどな。あとトラックに緊急脱出ボタンはついてね。ちょっと騙されていたんだな。あ、私たちは笑い、いいね。一括請負業者なのか。ああ、そうだ。今俺たちが住んでる袋工事にも関わってるんだぜ。そいつはすごいな。あ、着せずして親父と同じ仕事を始めちまったよ。業者だったのか。あ、親父、すごい尊敬してんだ。いいね。独立で作り上げたのもさ、ずっと親父みたいのはなりたくねえと思ってたんだが、ある日目が覚めたら全く同じ生き方をしていることに気づいたんだ。自分で何かを形が残るものを作るのが好きだし、娘を養う金だって入ってくるし、この仕事は気に入ってる。俺にとっちゃ理想の仕事さ。うん、作りの経験だ。確かにな。あれね、なんだっけ、日曜大工か。ん？あんなにこれ。いや、これはもうさ、まあでもそれはちょっとバトルになっちゃうかな。プライヤーを見つめる？ちょっとそうさ、なんか一番下ちょっとちらつかしてるよ、さっきから。なんか。ねえ、一番最初のゴルフの賭けでもさ、なんか君をもらえるのかいみたいな。一番下なんか好きに攻めるよな。あ、娘の話なんかけ、その、もうあっちで持ってかないでよ、バトル法に。なんかこう、娘大好きですよ、娘大好きお父さんでさ、こう、話してよ。なんかちょっと、コテコテの親父ギャグ通じる感じじゃないだろう。まあ、でも親父の話繋がってるからな、確かに。今、一発だからな。
数発じゃない、一発かまずだから、まあ、しけたらしけたで、なんか、別にな。娘はちょっとなんかどっちだろうな、でもね、この二人だとバチバチする気がするんだよな。親父つながりでかまそうぜ。お、いいね。三本足の犬がバーに入ってきたんだ。それで犬はバーテンダーに近づいていったんだ。足を打ったやつを探してるんだ。それどこが笑えるんだ。これあれかな、和訳になってるからよくわかんねえのかな。俺が、あれ理解力低いだけ。これアンチジョークみたいなもんさ、すごく前衛的だろ。じゃあ面白くなくていいんだな。そういうことだ。うん、結構いい感じじゃないか。これならいけるぞ。それだけだ。タイはないと思う。つないだねと。ああ、そういうことね。ヒゲを褒める。私、犬飼ってたな。犬だったら別にバチバチしないんじゃない。トゥルルルいったよ、トゥルルル。聞いた今、トゥルルルル、トゥルルルルいったぞ、今。めちゃくちゃ評価高いんじゃないこれ。ブライアン。犬大好きなんだ。首にスカーフを巻いた小さなコーギーだよ。ちょっとごめん、時間長いかも。携帯では写真保存していたりしないのか。ブライアンが言った。そんなにマックスの写真が見たいから素直にそう言えよ。おお、大好きなんだ。なんて可愛いんだ。どれだけ眺めていても飽きそうにない。本当にいい子だ。まあ、そんな魚だな。偽物だが、お前ちょっともうお前そう、モテんぞお前、おい。すぐなんかそんな、ねえ、そのもっと広げないと。いつもだらけさ、もうちょっとなんか、ちょっと、なんでそのマジレス。やめてくんないと、ちょっとやっぱ夢語らせてよ。あ、そっか、釣り好き言ってたな。大きかったかな。つながりできた。本当かい？あ、あれは10年前ハワイに行った時の、お前、長えな。ちょっとお前、時間長いわ、ごめん。30分とかしたくないんだけど。釣ったさわせ、塩とレモンを少しかけるだけで最高のうまい飯になる。旅の最後にだった。他の奴らはどっくに寝すじまっていたが、俺は一人で星を見ていたんだ。釣り糸を垂らしたままだ。するといきなり糸が引っ張られたんだ。1時間ぐらい奴も俺も一歩も譲らない。ただ1時間もやってたんだ。ずっと大きなカジキだった。まあ、カジキでかいやつでかいよな。小説に出てきそうなやつだ。やっとのことでそいつを船に引き上げた。どうなったと思う？急死になっちまった。えぐ。あ、魚は船から消えていたんだ。全く最後にロジルとはついてね。悪ゲーのエーハブ船長みたいに逃がした獲物を追い続ける生き方もあったかもしれん。天使がかわいそうだ。ま、魚釣りは、まあ、ごめん、ちょっと右クリック反応しちゃった。魚釣りが苦手なんです。あー、はいはい。魚釣りが苦手って何？大得意だよ。まあでもあんまふっかけない方がいいんじゃない？あんまふっかけるとさ、俺後でバレちゃうから。無難に行けばいいんじゃない？よし、決まりだな。いや、それは。遠慮するなって、最高の釣り場を知ってるんだ。ビール片手のんびり釣ろうって。子供たちも連れて行ってさ、なあ、行きたくなってきただろう。あ、釣りに行くんだ。この釣りとか犬でちょっとなんかこう距離縮めたのいいね。異名が立てじゃない、練習するのかな。楽しい一日になりそうだな。じゃあまた今度な。つながる、つな、あ、つな、なんかかけてんのか。あ、魚のあれね、つなってことかな。司会は私が、あ、全部ボケてるわ。全部ボケてるわ。負けても文句は言わないでくれよ。友達とつながるいい機会のやつだ。これとかいいんじゃない？結局、この二人の関係性的にさ。これとかいいボケじゃない？こっちと関係性じゃないよな、普通に。これはお互いが秘め合うものだから。これはちょっといつまでも浸っててちょっと。あ、これはあれかな、釣りのってことかな。これ一番俺好きなんだよな。あ。え？一緒じゃん、全別に。一緒じゃん、こんなの。負けでも文句は言わないでくれよ、ってさ。勝つのは、宿泊に味わわせてもらう。全部一緒じゃん、別に。え？
最悪、全部良かったのにこれまで。丁重な使ってくれたよ。丁重にすぎてイライラしたぐらいさ。何がんづけで挑戦できたぞ。パパもだが。デイジーと何してたんだ。許可書がないと穴を掘っちゃダメだって。デイジーがうるさいから理論物理学のドキュメンタリー映画。はいはいはい。冷蔵庫さえればベビーシッターの当然の権利だ。デイジーと遊ぶのってすごく楽しいの。幼いのに私より年上みたい。同じ年頃の友達ができないんだって。あ、ちょっと大人びてんのかな。いい気分だな。で、ブライアンさんとはまた出かけるの？一緒に魚釣りに行く約束をしたんだ。へえ。プレキューだと言ってしまったんだ。そこまで言ってないけどね、俺は。得意だで止めたけどね、俺は。嫌いだったよね。緊張で死にそうだよ。なんとかなるでしょ。魚釣り苦手ってある？そのやっぱ餌触りたくないとかそういうことかな。どうした？そう言った。パパの周りの世界は徐々に暗くなり始め、湖に映った顔は本当に自分の顔なのか、それとも深夜を覗き込んでしまったのかわからなくなってしまう。こいつ長えわ。ごめんね、30分いってるわ。どうしようかな。犬も連れていくだろうな。入った。犬の魅力には抗えないわ。このことなんか他にはないよね。ここまで約束決まってんの。うわ、最後成功してればな。あんま高くねえ。え、あんま高くねえの？あれで？ジョセフ高すぎない？ジョセフのスコア高すぎんか？俺結構いい、良かったよな、全体通して。まあその、黒いのがいくつかあったけど。最後のギャグでそんな下がった？まあいいや。で、次は、そうだ、ロバート一回かますか、次回。あとこれは、なんとかに。あ、これ誘いか。オッケーオッケー。じゃ次回誘いと、ロバート、ま、これやっぱあれな、誘いと、デート一緒にやっちゃうと時間結構いっちゃうから、やっぱこう、誘いと、デートの半分ぐらいで切ってやっていこうか、これから。はい。ってなわけで、終わるわ。あざした。